ハレルヤ。今からローブの手話劇、テーマは神様がわかるでしょうです。では今から始めます。見てください。サタンが目の前に笑っています。右の3人の女たちはクリスチャンであり、神をとても深く愛しております。今日はクリスマス、見に行こう。今日はとても素晴らしい天気で、景色もいいです。青空も綺麗だね。賛美をしたくなるね。美しいこの空を、愛らしいこの花を、浮かんでる白い雲、香りよき青草を、じっと眺めるだけで、ただ眺めているだけで。うわぁ、一体なんだ、なんでこの先へ行けないんだ。何か壁があります。もう無理無理、いけないです。一体どうしたんだろう。美しいこの空を神様に祈ろう。主イエスの名によって悪魔よ下がれ。じゃあ行ってみよう。おお、やったー。もっと先へ行こう。またもっとパワーアップした悪魔が出てきました。どうだ。このポーズでこの先行けなくしてやる。道を歩いているとちょっと気分が落ちてきました。ある時は涙ぐみ、いつの日か夢に見た、心には愛もなく過ごしてる時がある。ねえねえ、今から祈ろう。こんな暗い気持ちで行くことはできない。一緒に祈ろう。元気になってきた。神様ありがとう。ハレルヤ。じゃあ先行こう。あら、また前より硬い壁が立ちはだかっています。3人で頑張って押します。できないよ。
無理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 。この祈りの中に神様がいる。私たち祈りが足りなかったね。もっと祈ろう。主のイエスの御名によって悪魔よ下がれ。行ってみよう行ってみよう。ハレルヤー万歳。もっともっとさっきより大きな悪魔です。あんな3人なんか払いのけてやる。ちょっとヒーローか悪魔かわからない、ちょっとコラボしたヒーローです。私の方がもっと強いわよ。素晴らしいこの時を、幸せなこの日々を、なんとなく嬉しくて賛美する時がある。そっと歌った時も、ただ歌っている時も。ハレルヤー。さあもっと先へ進もう。うわさっきよりももっと大きな壁が立ちはだかっています。痛いよ。ダメダメ、できない。無理を言うことできない。神様の名によってもっと祈ろう、もっと賛美しよう。行ってみよう。ハレルヤー。嬉しいね、幸せだね。君もわかるでしょ、神様がわかるでしょ、様がわかる。